キュルンみたいな皆さんの、そう予告でもやったんですけどキュルンみたいなコスプレをしてます。ディネズキンです。こんにちは、こんにちは。アクコウモリぜひお待ちしております。アクコウモリ待ってます。イベント頑張る。初めて来た赤ずきん、どうですか。赤ずきん初めて来た。多分こういう感じのマジの今までで一番結構なんか女王様みたいな感じのは初めてかも。結構ガチでやばい。こんにちは。ちょっとあんまり見せたらちょっと露出がちょっとやばいので見せられないので、ちょっとはい全身を見せられないんですけど、でも露出系可愛いでしょ。想像より結構あれだった。こんばんは、ありがとうございます。赤コウモリ皆さん投げてくださると嬉しいです。イベント最終日なのでもしよろしければ応援してください。今現在3位なんですけど1位を目指して頑張ってます。赤コウモリ待ってます。こんばんは、こんばんは。ディネズキンだよ。もうさっきレッスンが終わって、もうマジなんかタクシーの交番があったんですけど、なんかみんな守らずに乗っちゃって、私遅く着いちゃったんです。そうだからね、ちょっと遅くなったんですけど、ちょっとイベントラストなのでちょっとコスプレ配信をしてみました。こんばんは、リネズキンです。リネズキンです。こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。こんばんは、ルカちゃん、コメントありがとう。嬉しい、こんばんは。マツンさん、コメントたくさんありがとう。そう、みんなにタクシー譲ったんです。優しくない？今日、交番が来てたんだけど、みんな無視して乗っちゃって。そう、だから、配信が始められなかったの、早く。マツンさん、コメントたくさんありがとう。まるともちゃん、コメントたくさんありがとうございます。こんばんは。ヨウさん、コメントたくさんありがとう。コスプレ配信をしてます。初めて赤ずきんを着てみました。皆さんもしよろしければ、もう今日でイベントが終わってしまうので私のことを棺桶の中に入れてくださると嬉しいです。今現在3位なんですけど1位になったら棺桶の中に入れるので、もし皆さんよろしければ赤コウモリを投げて私のことを棺桶に入れてくださると嬉しいです。お願いしますこんばんは、リネズキンです。なんかもうちょっとこんな伝わりたい、こんな感じ。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、まつんさん、こもりたくさんありがとう、ありがとうございます。三つ編みかわいい、嬉しい、ありがとうございます。まつんさん、こもりたくさんありがとう。リネズキンです。こんばんは、ほずみさん、こもりたくさんありがとうございます。こんばんは、おじゃまるさん、こもりたくさんありがとう。おうじも、あっ、こもりたくさんありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。ギフトマシマシマシ、あっ、こもりたくさんありがとう。こんばんは、わらわらさん、こもりたくさんありがとう。大地くん、コメントさんありがとうございます。小中さん、コメントさんありがとうございます。私のことを1位にして棺桶に入れてくださると嬉しいです。お願いします。アーメン。リネズキン、もうリネズキンを見れるのはこの配信限定な気がするかもしれないですよ。次いつ見れるかわからないコスプレなのでしっかり見てください。こんにちは、ありがとうございます、来てくださって嬉しい。こんばんは、リバーブルさん、コモリたくさんありがとう。こんばんは、ピタくん、コモリありがとう。ツーさん、コモリたくさんありがとうございます。リネズキンです。かわいいでしょ。
ビネズキン今3位なんですけど、1位を目指して頑張ってます。もしよろしければ皆さん私にアコモリを投げてくださると嬉しいです。この配信は20日付が変わるまで配信をするので、よろしければお待ちしております。現在3位なんですけど、1位を目指して頑張ってるので、この配信を拡散してくださるだけでもすごく嬉しいので、よろしければりねちゃんに無料抱っこもり投げれるから投げてあげてって言ってあげてくださいもう本当に私は結構マジで今日は優しいことをいっぱいしてから、マジで本当にそう、マジでもうみんな頑張って、そうマジでみんなレッスン頑張った、コンサート近いのに頑張ったこんばんは、電動さんかこんもりありがとう、嬉しい、こんばんは、しんごかんこもりありがとう、佐藤健さんこもりありがとう、こんばんは、るかちゃんかこもりありがとう、りねずきですこんばんは、ありがとうございます、さやちさんこもりありがとう、水鉄さんお菓子ありがとう、ピンクの神谷さんこもりありがとう、こんばんは、広島レモンさんこもりありがとう、カラオケ配信、カラオケ配信しようかな、どうですか、私何のコスプレすると思ってました、逆に皆さんこんばんは、 STU48 2期生のリネタンこと内村リエンです。今現在はなんとあのイベントに参加しておりまして、赤コウモリ集めております。このイベントが終了がもう今日の23時59分までなので、もし皆さんよろしければ私に赤コウモリを投げてくださると嬉しいです、お願いします。リネズキンだよこんばんは、メイドさん、あメイドさんとか、確かにメイド多いかもしれない、メイドとか、カラオケ配信しよっかな、リネちゃんカラオケ配信しよっかな、今充電が 60% なので 63% とかになったらカラオケ配信しよっかなこんばんは、ぜひ皆さんカコウモリを投げてくださるととっても嬉しいです。今カコウモリ集めてるのでイベントに参加してます、絶対に1位を目指して頑張りたいです。もうこの日のために本当にもう毎日カオケ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 って唱えて、もう毎日毎日もうあのすごく配信して、でもあの本当にみんながこの期間すごくみんなと仲良くなれたからすごく素敵な期間だったんですけど、やっぱり目指してるのは1位のカオケなので、もしよろしければ赤コウモリを1個でもいいね投げてくださると嬉しいです。見てこのねメイクね、10分で終わらせたの、すごくない、10分でこのメイク終わらせたんですよ、天才すぎない、いつもメイクするのに30分ぐらいかかるんですけど10分で終わらせたの。髪の毛もね、髪の毛はもう髪の毛2分とかで終わらせたの、頑張ったよ、前髪もめっちゃ頑張ったもう着替えるの30秒、もう段ボールから開封して着替えるの30秒、配信のためにもうちょっとこけてからね、私配信のためにこけてちょっと怪我してるからいろんなものをちょっと犠牲にしたのででも本当に少しでも早くね始められてよかったです。そうなんですよ、時間がそうで、いつもよりなんかいい感じなんですよね、なんかいつものメイクより良くない、10分のクオリティではないよね、なんかいつもよりなんか漏れてるんだけどこんばんは、ありがとうございます。ちょっとじゃあリネちゃんカラオケ配信しますね、カラオケ配信中はちょっと話せないので、皆さんよろしければあのリネちゃんに応援してくださるとリピーマンです。ちょっとテープを探そう、またこけたんですよ、もう爆速で、もうタクシーの運転手さんに、そうメンバーがそうタクシーの順番が決まってるんですよ、なんかこのメンバーはこのタクシーに乗るみたいな、だけどみんな無視して乗っちゃって、勝手になんか私は遅くなったもう本当にマジで私優しいと思わない、本当に優しいと思わないですか、譲ったんですよタクシーを、ちゃんとタクシー公務守っただけだけどマジで優しいと思わないですか、もうみんなちゃんと守ってよ順番守ってよ、そうだから遅めのタクシーに乗ったんです、だけどもう家帰ってからもう爆速で準備した
こんばんは、ありがとうございます。みーくん、あこもりありがとう、嬉しい、こんばんは。いや、なんか遠慮とかではなく、なんか勝手にみんな勝手に乗って帰っちゃったから、マネージャーさんの話も聞かずに、なんかえみたいな、もう何やってんだよって感じ。私はちょっと途中になんかルール守っただけ。そうだからね、配信ね早く始めたかったんだけど始められなくて、先に帰っちゃったから、配信、そうイベントに参加してるメンバーは先に始めちゃった。そう、あかりんさんと私はなんかそのちゃんと守って帰ったんです。でもあかりんさんも今配信してるから、あかりんさんも今頑張ってる。じゃあちょっとカラオケ配信をします。誰もみんな人生後悔だらけ、トゥン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 、イベントがあるから早く帰りたいって言ってたんだけど伝わってなかったみたいです。こんばんは。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あかりんさん、リコチのパンプキン来てた。なんであかりんさんの配信行ったんだ。なんであかりんさんの配信行ってんのよ。こんばんは、こんにちは、おはようございます、来てくださってありがとうございます。今日はイベントラストなので、ちょっとね、あの、もしよろしければコウモリを皆さん投げてくださると嬉しいです。こんばんは。こんにちは、ありがとうございます、来てくださって。このイベント、このイベントでもし1位を取ると棺桶の中に入れるらしくて、私はもうどうしても棺桶の中に入りたいので、もし皆さんよろしければ私のことを棺桶に入れてくださると嬉しいです。お願いします。こんにちは。南波のひさとくん、あくこもりたくさんありがとう。つんつんもあくこもりありがとう。王子、あくこもりありがとう。え、これさ、スマホから配信したらさ、あれかな、大丈夫か。ちょっと一旦伏せます。一旦伏せるけど安心してください、ちゃんとみんなのことは見えてるので。イヤホンを探せ。イヤホンはどこ？イヤホンがないとカラオケ配信ができんから。あったー、イヤホンを探せ。こんにちは。今すぐ私の顔を見せるからちょっと待ってね、みんな今ちょっと準備中です。ねえ待って、結構やばいかもしれない、ちょっとこれ隠さなきゃ、隠さなきゃ結構えぐいかも、なんか割とちょっと思ってたのと違いすぎて、ちょっと待って。うん、ちょっと待ってよ、結構やばい、結構やばい、iPad じゃちょっと見えなかったけど、ちょっとこれ結構やばい。iPad からだったら見えなかったんですけど、結構やばいかもしれない。ちょっと上上げとこう、しっかり。こんばんは。じゃあちょっとカラオケ配信をしていきまーす。聞こえてますか？
皆さん聞こえてますか、私の声が。あ、違う違う、コスプレしてる、聞こえてる、よかった。じゃあカラオケ配信します。ちょっとこの、もしよろしければ皆さん過去問を投げてくださると嬉しいです。こんばんは。いや、絶対にバンはされないはず、しっかり隠してるから。じゃあカラオケ配信していきます。じゃあ聞いてください。息をする心。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。平成の会さん、コモリありがとう。まさちゃん、コモリたくさんありがとう。こんばんは。今イベントに参加してて現在社員なんですけど、一応目指したいです。もしよろしければあっこもりを投げてくださると嬉しいです。お願いします。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。めちゃくちゃ最高にやるぞ。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび
幸せな気持ちに君と巡り合って僕は楽になった普通に息を吸って普通に吐いている君を好きになってお肩の力が抜けた僕は僕のままで変わらなくていいんだ好きだ好きだ声に出してみる君が君が好きだありがとうございます。息をする心でした。じゃあ次、聞いてください。夏音スケアご用心。ハルルアンコモリありがとう。こんばんは。マサピアンコモリたくさんありがとうございます。こんばんは、ミネズキンです。サマータイサムラフ幻想どうする、まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけどきっと呼んでも来ないんだろう、なんか懐かなそうで話したって関わったって雨の中声でも気になってしまうしまう、なぜか無視できないんだ This is it ね、まさかこれって恋かな恋かな、そんなわけないやめてくれ、夏の好きはご用心、ただの好きのを暑さにぼうとなったさあ隠さ、いつもならば冷静に判断できるのに、キラキラと照りつける太陽に誘われてあれなんだか変、サマータイムサマーチャンス想像これから、コメント、ずっと前から気になっていた素材感半端ねえ、だけど気軽に手を出したから絶対後には引けねえ、君が近づく僕も近づく、あー危険、理想のタイプと違う、手には負えない君さ、だからこそそう余計に何かビビッと来ちゃったよ、みやさんこれやると不意のキスは意味不明、気づいたらしてたどっちの方からしたか覚えてない、なんかハートハプツカーでハートしちゃうだよ、ちゃんと準備してたら完璧にしたのに、ああポンコツだね、理屈じゃない、もっと本能的な目に見えないフェロモンってやつやられたらしい、ノックアウトさ僕は無抵抗でしかない、夏の好きはご用心、ただの好きのを暑さにぼうとなった、さあ隠さ、いつもならば冷静に判断できるのに、キラキラと照りつける太陽に誘われてあれなんだか変、サマキスメモリース
ロマンいっぱい好き。ありがとうございます。夏の好きはご上人でした。ドドさん、コモリありがとう。おー、クマさん、お菓子ありがとう。ごめんなさい、今もう鼻声でちょっと歌が聞きづらいかもしれないんですけど、気にしないでください。佐藤健さん、コモリありがとう。ひろたん、コモリありがとう。こんばんは。今はですね、48グループのショールームイベントに参加してて、ハロウィンイベントに参加してて、今日イベントが最終日なんですけど、赤こもり集めてます。もし今3位なんですけど、よろしければ。そう、このイベント1位になったら、あの、私に缶オケ、私のことを缶オケがいただけるので、1位になって缶オケをいただきたいです。もし皆さんよろしければ、あの、今1位をまだまだ諦めずに現在目指しているので、私に赤こもりを投げて缶オケに入れてくださると嬉しいです。お願いします。今日はハロウィンなのでコスプレをしてみました。このコスプレを初めてやりました。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。じゃあ次の曲に行きましょう。うん、次何がいいかな。ごめんなさい、ちょっと鼻声なんですけど、気にしないでください。じゃあ次聴いてください。オーマイガー、ひなっぴさん、赤こもりありがとう。魚粉まみれ、赤こもりありがとう。嬉しいです。こんばんは。山地さん、赤こもりありがとう。部活帰りで油断していた、汗にまみれたジャージの上下、商店街で買ったコロッケ、ハフハフハフって頬張ってた。不意に誰かから声をかけられて振り返った、その瞬間、 Oh my god、 だってだってあなたがいた、よりによってこんな状況で、だってだって女の子だもん、バータイミング、かわいい会いたかったのに、こんばんは。佐藤健さん、こもりありがとう。ハルルン、こもりありがとう。こんばんは。イコルさん、こもりありがとう。夕日の中で微笑むあなた、いつものような爽やか路線、ペタッとした髪、変なピン止め、今の私はすっぴん路線、恋をする方は後悔ばかりで、自信なんか持てないよ、 Oh my god、反省会、こんな格好で会っちゃうなんて、ずっとずっと大好きなのに、よそ行きの顔で会いたかったのに。まさぴょん、こもりたくさんありがとうございます。こんばんは。ザキヤッコモリありがとう。Good.
配信を出すので、お米を集めてもらえるのが楽しみです。こんばんは。まさか小森たくさんありがとう。こんばんは。ありがとうございます。たくさんコメありがとう。こんばんは。ありがとうございます。たくさんコメありがとう。ゆうちゃんのコメありがとう。嬉しいです。こんばんは。ごめんなさい。じゃあ次は、じゃあ、何にしようかな。じゃあこれで聞いてください。僕らのゆりか。まさぴゃん、こもりたくさんありがとう。こんばんは。なっぴさん、ここもりありがとう。いつもの青よりもっと深い青が、湾の内側の海は色が生きる。なぜ恋人たちはここまで来るのだろう。愛を囁くには波音が必要。原付バイクを飛ばして家まで帰る道すいじすじ、わざと山側を選んできた。そういう目で君を見ない。僕らのユリカ発見したんだ。ずっと近くにいたのに初めての感情。夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。まさぴゃん、こもりありがとう。佐藤健さん、こもりたくさんありがとうございます。こんばんは。今はですね、ハロウィンのコスプレ配信中です。たかちゃん、ここもありがとう。ガチさんも、ここもありがとうございます。多くの事実はそこに隠れている。ただの友達の若い命で、でで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 でございます。聞いてください。大食いダイヤモンド。走り出すバス追いかけて、僕は君に伝えたかった。心のもやもやが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう。僕が僕であるためにちょうどに素直になろう。大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。ここまでありがとう。ゆうさん、ハートありがとう。こんばんは。どこぽかここまでありがとうございます。失うものに気づいた時、いてたってもういられなかった。
てるだけで胸がうるうると溢れてしまう。ない僕たちが出てたいわ出てて。まさぴあんこめでありがとうございます。じゃあおつさびから歌いますね。さかさんこめでありがとう。こんばんは。おつさびこめでありがとうございます。こんばんは。今は48グループのソウルジーベントに参加しててそれが3位なんですけど、一応皆さん頑張ってます。もし皆さんよろしければ59分まで最終日なので、どこまで行くでも持ってる方は出てくださると嬉しいです。お願いします。今2位まで何万ポイントで差ぐらいだろう。でもなんかお昼の配信で40万ポイントから30万ポイントぐらい近づけたらしい。一応今は1位しか見えないので一応目指して頑張ってるので、もし皆さんよろしければ一方で行くのも投げてくださると嬉しいです。僕は全力で走る、大好きだずっと大好きだ、声の限り叫ぼう、大好きだ君が大好きだ、僕の愛しさよ届け、大好きだずっと大好きだ、風の中で叫ぼう、大好きだ君が大好きだ、息が苦しくなるよ、しまっておけない大声ダイヤモンド、歌おうよ黙っていちゃそのままさ、恥ずかしくなってないんだ、好きって言葉をせこうさ、好きって言葉をせこうさ、好きって言葉をせこうさ、ありがとうございます。大声ダイヤモンドでした。赤ずきんです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。この配信は日付が変わるまで配信をしようと思います。現在3位なんですけど、一応目指し頑張ってるので、もし皆さんよろしければあくこも練習投げてくださると嬉しいです。こんばんは。じゃあ聞いてください。サングラスデイズ。こんばんは、ありがとうございます。紅酒食べたコモリありがとう。マサピョンコモリたくさんありがとう。イコルさんコモリありがとう。王子役コモリありがとう。嬉しい、こんばんは。V さん、ありがとう。砂浜にない背を Vegas made、 かなり攻めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校の制服はコンサバティブです、君はずっと髪を束ね、おとなしいタイプだと思ってた、僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる、それが恋の始まり、サングラスデイズ、君はいつだって眩しくてちゃんと見れなかったんだ、恋アップデイズ、僕はカッコつけてたけれど本当は恥ずかしかっただけ、あっという間に過ぎ去ってゆく青春と噂は、上半身だけ起こして名字にくっつけて呼ばれた、僕はどんな顔してれ
ればやらしい目で見てないって信じる。いつの間にかの君がいて、いつの間にかの僕もいる。二人大人になった探せ、僕はかけないつもりだった。だって似合わないだろう、 AD なんてずっと先のことじゃないのか。君にはどう見えてるのかな。わかりにくい些細な変化、グラデーション様。わさびはこもりてきさんありがとう。トーイックもこもりてきさんありがとう。こんばんは。今日はハロウィンのイベントに参加してて現在3位なんですけど、一応目指して頑張ってます。もし皆さんよろしければコーナー投げてくださると嬉しいです。サングラス君はいつだって眩しくて、ちゃんと見れなかったんだ。恋アップ、僕はカッコつけてたけれど、本当は恥ずかしかっただけ。あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま。ララ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 ラガチさんこもりありがとう。りょうくんこもりありがとう。ギャップもこもりありがとうございます。こんばんは。ガチさんこもりたくさんありがとうございます。読売読書巨人さんありがとうございます。赤こもりイコルさんもこもりありがとう。まさぴゃんここまでありがとう。嬉しいです。こんばんはこんばんは。 STU48 2期生のリジタンことうつむりんです。このイベント配信23時59分の日付が変わるまで配信をしようと思ってるので、もし皆さんよろしければここまで投げてくださると嬉しいです。お願いします。ここまで集めてます。今カラオケ配信をしてます。こんばんは。聞いてください。世界の人へ。感情が込み上げてくる。呼吸をするたびに高鳴るんだ。人を愛したその時から生きることで素晴らしくなる。そうだ、誰かのため何かしたい。今素直に思ったのは愛の連鎖なんだろう。世界の人よ共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて、手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せになろう。 Oh yeah yeah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  悲しみの雨に打たれて涙が溢れたら
思い出すんだ。そばで誰かが見守ってる。一人じゃないよ、どんな時でも。もっと人のことを信じてみよう。そう世の中そんなに捨てたもんじゃないんだ。世界の人よ、歌っているか。言葉なんかが違ったっていい。大きな声で歌い続けよう。きっと未来は一つになれるはず。天聖たかさん、こまでありがとう。松井さん、こまでたくさんありがとうございます。こんばんは。松井さん、こまでありがとう。ナンバーの一つだよ。あ、こまでありがとう、たくさん。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて。手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せになろう。みんな一緒に幸せになろう。あくこもり、ありがとうございます。マスピマン、あくこもりたくさんありがとう。こんばんは、ありがとうございます。じゃあ聞いてください。恋するフォーチュンクッキーわさびあんこまでありがとう。こんばんは。アイブは V さん、ありがとうございます。アイブは V さん、あんこまでありがとうございます。こんばんは。佐藤健さん、あんこまでありがとう。こんばんは。あなたのことが好きなのに、私にまるで興味ない。何度目かの失恋の準備。あいえいえ、周りを見れば大勢の可愛い子ちたちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。Yeah, yeah, yeah. カフェテリア流れるミュージック、ぼんやり聞いていたら、知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す。止められない今の気持ち。 Come on, come on, come on, come on, baby. 占ってよ、恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。へへいへい、へへいへい。夜には笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。へへいへい、へへいへい。人生捨てたもんじゃないよね。あーと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。どうぞ、こんばんは、ありがとう。もつさん、こんばんは、ありがとう。こんばんは。おうちゃん、こんばんは、ありがとうございます。だけど自分に自信ない。リアクションは想像つくから。Yeah, yeah, yeah. 性格がいい恋なんて男の子は言うけど、ルックスがアドバンテージ。いつだって可愛い
子が人気投票1位になる Please 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 oh baby 私を置いて恋するフォーチュンクッキーそのからさあ壊してみよう Hey hey heyへへへへへへ神様も知らない涙のフォーチュンクッキーそんなにネガティブにならずにへへ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 世界は愛で溢れているよ悲しい出来事忘れさせる明日は明日の風が吹くと思う日の子のコップマさんありがとうガチさんコムネありがとうこんばんは赤ずきんだよ今イベント3位なんですけど一応もね頑張っております。占ってよ恋するフォーチュンクッキー未来はそんな悪くないよへへへへ月を呼ぶには笑顔を見せることハートのフォーチュンクッキー運勢今日よりも良くしようへへいへへへへへ人生捨てたもんじゃないよねあーっと驚く奇跡が起きるあなたとどこかで愛し合える予感ハイボーラッコモリテクさんありがとうございます。こんばんはコメ兄さんコモリありがとうビッグハトケさんコモリありがとうこんばんはありがとうございます。来てくださって嬉しい。こんばんはこんばんは。じゃあ次の曲に行きましょう。次はじゃあこれきいてください。ヘビーローテーション初めて歌うかも。ワンツースリーフォー。え初めて歌う。すごい。I want youローテーション ポップコーンが弾けるように月という文字が踊る顔や声も思うだけでいてもたってもいられないこんな気持ちになれるって僕はついているね I want you I need you I love you 君に会えてどんどん近づくその距離にマックスハイテンション I want you I need youI love you ハートの奥じゃんじゃん溢れる愛しさはヘビーローテーションわさぴょんかわりたくさんありがとう嬉しい。人は誰も一生のうち何回愛せるのだろうたった一度忘れられない恋ができたら満足さそんなときめきを感じ
はほころぶかな。I want you, I touch you, I for you 夢の中でだんだん大きくなってゆく僕のイマジネーション I feel you, I touch you, I for youこの想いをビンビン伝えてほしいからヘビーローテーション。ナレシさん、コモリありがとう。佐藤健さん、コモリありがとうございます。いつも聞いてたフェバリットソング、あの曲のようにずっと繰り返して24時間君だけリクエスト中。 I want you, I need you, I love youMax high tension. I want you, I need you, I love you. Heart の奥、じゃんじゃん溢れる愛しさは Heavy rotation.ローテーション、ありがとうございます。こんばんは。松さん、ここまでありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。親方さん、ここまでありがとう。こんばんは。今はです、え、待って、鼻声治ってきた。めっちゃバクバクガタガタガタ。長谷川さん、ここまでありがとう。こんばんは。みなは、みなはじゃない、今はショールームのハロウィンイベントに参加してて、48グループのハロウィンイベントに参加してて、現在3位なんですけど、1位を目指して頑張ってます。イベントの終了が今日までなので、もし皆さんよければ、今赤こもり集めてるので赤こもり投げてくださると嬉しいです。お願いします。やばい、懐かしすぎない？本当にすごい。じゃあこれを歌いましょう。聞いてください。言い訳ベイビー。小木の汗が揺れる9月のそよ風、休みの間会えずにいたら君のことが気になってきたんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に君に会いたい。教室の窓、カーテンが揺れ、2学期の君はどこか、大人の横顔、どんな休みを
過ごしていたの。話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったんだね。僕は遠くで君を君を見ている Baby Baby そんな勇気はない。プロバブリーに近いもっと確かなもの Baby Baby そんな勇気はない。ずっとこのままだと思い曲を歌います。聞いてください。ポニーテールとシュシュ。これ見えてもいいやつなので、はい。でも腕を見せたくない。でも見えていいやつだから、本当にこれ大丈夫なんで。カレンダーより早く、ちょっと隠す。シャツの袖口まくって太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、青い海波打ち際で君と会いたい。裸足の水しぶきポニーテール、風の中君が走る、砂の上ポニーテール振り向いた君の笑顔、僕の夏が始まる。マツさん、カコモニありがとう。嬉しい、こんばんは。佐藤健さん、カコモニありがとう。ハイボール、カコモニありがとう。こんばんは。イクバさん、カコモニありがとう。教室に日が差して、え、あって言う、ちょ2番歌ったことないので、ちょっとおつさみぐらいから歌いますね。こんばんは。ハイボール、あこまりありがとうございます。皆さんこんばんは。 STU48 に帰省のリゲタンこと内村玲です。今はですね、48グループのハロウィンイベントに参加してて、現在3位なんですけど、一応皆さん頑張ってます。この配信は23時59分の配信が切れるまでイベントをやってて、1位を目指してます。このイベント1位になったら棺桶がいていただけるらしくて、私はもうどうしてもどうしても棺桶の中に入りたくて仕方がないので、もし皆さんですけど、
私をカオケの中に入れてくれると嬉しいです。お願いします。まちさん、こもりありがとう。くしゃみが止まらん。やばい、ほんまにちょっと鼻声でやって結構やばめなんですよね。気にしないでください。でも、うん、束ねた長い髪、水玉のしずこいの尻尾は捕まえられない。触れたら消えてく幻、ポニーテール変わらずに、君は君で走るだけ、ポニーテールいつまでもはしゃいでいる、君は少女のままで、ララ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 ありがとうございます。来てくださって皆さん、こんばんは。 STU48 2期生のりねたんこと内海りねです。この配信は日付が変わるまで配信をします。ちなみに今日そうイベントが、このイベントハロウィンのイベントが今日で終了してしまうんですけど、1位を目指して頑張ってます。もし皆さんよろしければアコモレ投げてくださると嬉しいです。お願いします。1位まで何万ポイント、何十万ポイントぐらいだろう。こんばんは、ありがとうございます。来てくださってありがとう。じゃあ次の曲を歌いましょう。何で歌おうかな。じゃあこの曲を歌います。聴いてください。ガールズル。みかんとかもね、ありがとう。きのこのポポポさん、これでございます。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、前回にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう、なんでも見せ合える仲じゃいか、ワンツースリー Sweet One、 女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく、ガールズ彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、ガールズパパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日思い出すまで。こんばんは、わさぴょん、こもりたくさんありがとう。やっぴーさん、こもりたくさんありがとうございます。ガッツさん、こもりたくさんありがとう。ハイボールも、こもりたくさんありがとう。
真っ白な砂浜、青い海色、青春はセンチメンタル、水をかけて騒いでた、マイメイドからサンダルが脱げちゃった、ゆらゆらさざ波が運んでゆく、待ってもう少し、男の子たちがやってくる、それまで私たちの夏、カルトク女の子の同士は嫌なとこまで見せ合って、楽な関係になる、カルトク、いくつ恋をしたらそうなれるかな、可愛い自分だけ演じてたら無理だね、もっと今日の私のように、さて、かんこもりたくさんありがとう、りかむさんこもりたくさんありがとうございます、まさぴょんこもりたくさんありがとう、まつんさんこもりありがとう、いこるさんこもりたくさんありがとうございます、こんばんは。さかさん、コメありがとう、こんばんは。カルル、彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、カルル、パパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日思い出すまでずっと胸にガールズルール、ありがとうございます、ガールズルールでした、ありがとう、来てくださってありがとうございます、こんばんは。 STU48 2期生のりねたんこと内海りねです。今はですね48グループのハロウィンイベントに参加してて、現在3位なんですけど1位を目指して頑張ってます。もしよろしければ私を、このイベント1位になったら棺桶の中、棺桶がいただけるらしくて、もし皆さんよろければ私のことを棺桶に入れてくださると嬉しいです、お願いします。うん、肌がかゆい、やばい、本当にやばい、くしゃみが止まらない、こんばんは、ありがとうございます、来てくださってガントちゃんと参加もね、ありがとう。じゃあちょっと一旦休憩しよう、一旦休憩して、ちょっとつめで一旦休憩します。このじゃあ今日着てるコスプレの紹介をしようかなと思います、こんばんは、ありがとうございます。今日着てるのはあのリネズキンです。そう、テロップにもあるんですけど、赤ずきんを初めて着てみました。可愛くないですか、可愛いでしょ、赤こもり、赤こもりじゃない、リネズキンを着てみました。赤ずきんを初めて着ました。なんか可愛い系のコスプレもいいなと思って、赤ずきん撮ってたらさ、赤ずきんの上の部分撮ってたらさ、これさ、わかるかな、私がちょっと待って隠したい、私が赤ずきんっていうのわかる、あでも若干わかるか、でも赤マントにしか見えない、赤マントにしか見えんか、頭やっぱ被った方がいいかな、赤ずきんに見えますか、私がこれを着てたらなんか赤マントにしか見えないんだけど赤マントにしか見えない、でも全然これは見えてもいいやつなんですよ、安心してください。こんばんは、ん
見えてますか？あ、見えてる。あ、よかった。かわいいよね。マントに見えますこれ。赤マントにしか見えないんだけど。ちょっと赤ずきんにしたいから、ちょっと帽子かぶろう、やっぱり。赤ずきんになってない。帽子、やっぱ帽子大事だ。この上のハットみたいな部分。ハットみたいな部分大事だから。これをかぶって赤ずきん感を出していこう。こんばんは。ありがとうございます。うぅ。皆様。赤ずきん、多分もうこの今回の赤ずきんの姿はなかなかお見せできないと思うので、しっかり見納めてください。こんにちは、ありがとうございます。来てくださってありがとう。じゃあちょっと次の曲に行きましょう。聞いてください、大好きな人。やっとわかった。君のためならば我慢できるよ。突然さよなら僕から告げたのはどこか不安げな背中を押したくて。大好きな人幸せになれ。海に向かって大声で叫んだ。涙が止まらない。いつか君が話してくれた夢の続き、気になっていたキラキラしたあの眼差しを、この街出てもずっと忘れるな。そう、大好きだから、ここで見送ろう。どんな悲しみよりも愛は強いんだ。別れのわけは説明つかない。いつか君が言ってた夢が叶う、それだけで涙が報われる。わざぴょん、こもりたくさんありがとう。りゅうちゃん、うどん、こもりたくさんありがとう。ビッグボスさん、こもりたくさんありがとうございます。こんばんは。ずっと思っていたよりもっと好きだった。君の泣き顔を見て
きだから、無理に微笑もどんな悲しみよりも愛は強いんだ、ぼぼぼ大好きな人、幸せになれ、僕は海に向かって大声で叫んだ、涙よありがとう。この配信は日付が変わるまで配信をしようと思ってます。今何時ですかね、今何時だろう、もう時間忘れてた。なんか23時59分までやるって言ってたんだけど時間忘れてた。今何時ですか。こんにちは。こんにちは。23時31分。やばい、残り30分でもう終わってしまう。このイベントが今現在3位なんですけども、まだまだ1位を諦めていないので、もし皆さんよろしければ応援してくださると嬉しいです。お願いします。このイベント1位になったら棺桶がいただけるらしくて、私はもう棺桶の中に入りたくてたまらないので、よろしければ皆さん私の棺桶に入れてくださると嬉しいです。お願いします。こんばんは、ありがとうございます。ハイボールあっこもりたくさんありがとう。こんばんはありがとうございます。かずいさんこもりありがとう。あいは V さんあっこもりありがとうございます。こんばんは、はるるんあっこもりありがとう。佐藤健さんこもりありがとうございます。こんばんは、のどいた。レカムさんこもりありがとう。なんか乾燥しすぎて喉がイガイガする。こんばんは。皆さんしっかり寒さ加湿器とか使ってください。やっぱ寒いから、そう、朝から喉がちょっと喉の調子があんま良くないんですけど、カラオケ配信してます。こんばんは。佐賀さんあくこまでありがとう、嬉しいです。まちゃんあくこまでありがとう。こんばんは皆さん。ST48 2期生のりねたんことつみねんです。このイベントは23時59分まで配信をしようと思います。今ハロウィンのイベントに参加しているので、もし皆さんよろしければ一緒に盛り上げてくださると嬉しいです。お願いします。じゃあちょっと続きを歌いましょう。こんにちは、ありがとうございます。聞いてください、ヘタレたちを。期待されね、されてないってすごく楽なんだよね。あいつにはできるよくないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない、向きになることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物、
だけど変わってみたくなる。そうこれをきっかけに行け。ああへたれたちよ、心で一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何が何だかわからない、まま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で、最高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 、気持ちいい自分に、せーの頑張れ。なんとヒノってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って好かれないのかな。やるよ、僕も適当に力の入れ具合、誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う、順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め。ああ落ちこぼれよ、昔のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない、しらけてるだけじゃ逃げられない。それもそれそれそれ、腰を上げて、せーの頑張れ頑張れ。佐藤圭さん、コムネ、ありがとう。読み寄り読よ読書読み寄り巨人さん、コムネ、ありがとう。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい、さあやるかやらないか、いくぞ。ああへたれたちよ、心で一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何が何だかわからない、今は本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で、最高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 、気持ちいい自分に、せーの頑張れ。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。これで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。誰だってやるときはやるよ。森さん、今日もありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。来てくださってありがとう。こんばんは、 STU48 2期生のリネタンこと一面です。今はですね、48グループのハロウィンイベントに参加してて、現在3位なんですけど、このイベントが23時59分までで、23時59分まで配信をして1位を目指したいです。もし皆さんよろしければ、私今アッコムレを投げてくださると嬉しいです。アッコムレ今集めてるのでお願いします。喋ります。喋ろう。ちょっとハロウィンだけど、皆さんは何かしましたか？ちょっと喋ろ、イヤホン取ろ。こんにちは、聞こえるかな？ヤッホー、ありがとうございます。来てくれてありがとう。どうですか？リネ
ビネズキン。こんにちは、ありがとう。ヘタレだってやるときはやるよ。こんにちは、ありがとうございます。佐賀さん、コモリありがとう。にゃーすけさん、コモリたくさんありがとう。こんにちは、ハルルン、コモリたくさんありがとう。ちょっとみんなとおしゃべりします。うん、こんにちは、ありがとうございます。来てくださって赤ずきんには本当にありがとう。ビッグボスさん、ここまでありがとう。たくさんこんばんは。赤ずきんかぶってますよ。こんにちは、ありがとうございます。てるさん、ここまでありがとう。れいちゃん、ここまでたくさんありがとう。私は赤ずきんを初めて着ました。今回赤ずきんを着ることがなかなかなかったんですけど、ちょっと着てみました。どうですか。メリエさん、ここまでありがとう。嬉しい、こんばんは。ゆういちくん、ここまでたくさんありがとう。ひろちさん、ここまでたくさんありがとう。ハルルン、ここまでありがとう。こんばんは。やってる、本当に嬉しい。まっちゃん、ここまでたくさんありがとう。こんばんは。こんにちは、ありがとうございます。来てくださって、うん、かわいすぎ。え、嬉しい、かわいい天才、本当に。まっちゃんさん、ここまでたくさんありがとう。嬉しいです、こんばんは。さとかん、こもりたくさんありがとう。ゆいちゃん、こもりたくさんありがとう。やばい。こんにちは、ありがとうございます。いや、これ充電しながら配信しよう。おお、帰ってこれたけど、なんか画面がおかしい。え、待って、画面がバグってる。なにこれ、やだやだ。えー、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。え、なんか画面がバグってるんだけど。ありがとう、嬉しいです、こんばんは。え、待って、なんかさ、充電が、うん、充電が落ちたんですけど。え、待って、これ壇上さ、リセットされてるくない？え？待って、もう最悪、ちょっとやばい！え？マジやばい！え？ガチやばい！ちょっとそれはやばい。え、リセットされてるやん。え？え？最悪？え？もう、本当にやばい。リセットされてる。待って、本当にすみません。待って、やばくない？え？本当にすみません。ごめんなさい。壇上1位の壇上、みんな頑張って上がってくれてたのにさ、え、ごめん、本当にすいません、本当すいません。ごめんね、本当にすいません。ごめんなさい。なんか充電しながらしようと思ったら急に電源が切れてリセットされた。ほんとごめんなさい、すいません。もう50分、もう早っ、もう50分だ、早すぎる。この配信は23時50分23時59分までイベントをやってて、今現在3位なんですけど、1位を目指して頑張ってます。もし皆さんよろしければ応援してくださると嬉しいです、お願いします。ごめんなさい、こんにちは、ありがとうございます、来てくださって。ごめん。
めんね、本当に。こんばんは、ありがとうございます。まつんさん、こもりたくさんありがとう。平成のかずさん、こもりたくさんありがとう。おふーちゃん、こもりたくさんありがとう。うん、こんにちは、ありがとうございます、来てくださって。ガチさん、コメントくさんありがとう。ハルン、コメントくさんありがとう。嬉しいです、こんばんは皆さん。ほんとすいません、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。佐藤健さん、ここもりたくさんありがとう。こんにちは、佐賀さん、ここもりたくさんありがとう。こんばんは皆さん、こんばんは。 STU48 に記者のリネタンこと1名です。今現在3位なんですけど、1位を目指して頑張っているので、もし皆さんよろしければ応援してくださると嬉しいです。お願いします。こんにちは、ありがとうございます。ありがとう、来てくれてありがとうございます。ゆうたくん、あっこもりたくさんありがとう。今日はハロウィンだということで、この仮装をしてみました。このイベント期間中に、あの、皆さんに本当にいろいろ、本当にたくさんたくさん、あの、いっぱいお世話になって、いっぱいいっぱいたくさん、なんかりねちゃんにたくさん、あの、赤子を無料貢献してくださったりとか、本当にいっぱい応援してくださって、なんかもう本当に1週間以上このイベントがあったんですけど、なんか今まで、そう、今年はまだイベントっていうか、もうなんか、まずこのイベントに参加した時はなんかすごい結構バカにされてたんですよ。なんかなんでカマキが欲しいのとか、なんかすごい、なんかいっぱい言われたし、なんかいろんなファンの方とかにもなんか結構バカにされて辛かったけど、なんか私は本当にカマキが欲しくて仕方がなくて、本当に頑張ってその気持ちを伝えたら、なんかりねちゃん推しさんとかもそうだし、りねちゃん推しさん以外の方もなんかりねちゃんのこと応援してあげてって、いっぱいなんか皆さんが応援してくださって、もう本当にすごくなんかもう幸せでした。もうなんかこのイベントで、そう、最初は4位だったんですけど、3位に上がることができて、そして2位に上がることもできて、1位に上がることもできて、4、3、2、1位全部味わったので、やっぱり今3位っていうのがすごくもうとても悔しいんですけど、まだまだ、あの、そう、1位を目指して頑張ってるので、もし皆さんよろしければ応援してくださると嬉しいです。お願いします。私はもう今は、あの、結果が出るまでは、あの、本当に1位を目指して頑張ってるので、もし皆さんよろしければ応援してくださると嬉しいです。こんばんは、福さん、ここもりたくさんありがとう。きのうこう中パパさん、ありがとう。本当になんかこのイベント期間中にりねちゃんのことを知ってくださった方とかもうたくさんいるし、朝配信に来てくださった方ともいるし、なんか本当に仲良くなれて幸せでした。こんばんは。そう、なんか本当になんか、あの、マジでみんなと仲良くなれてすごく幸せでした、このイベント期間中に。こんばんは、ありがとうございます、来てくださってありがとう。ガチさん、コメントたくさんありがとう。このイベントが終わったら、また後日お礼配信もしっかりさせていただきたいと思います。ちょっともう、あの、なんかでも本当に、なんて言うんだろう、まあ、結構頑張ったと思う、今回のイベントは。なんか、なんて言うんだろう、自分のやりたいことを素直にいっぱい、なんか SNS とかに更新したりとかもしたし、なんか自分がしたいことをしっかり口に出せた、あの、イベント期間だった気がします。でもなんか私は、このみんやりたいって言ったことに対して、みんながなんかいっぱい応援してくださったから、なんかすごく嬉しかったです。こう、
もうちょっと最終日にはなってしまったんですけど、まあ結果がどうであれ私はねすごく楽しかったのでいいかなと思うんですけども、まだまだ1位を目指してるので、もし皆さんよろしければ応援してくださると嬉しいです。こんばんは、くさん、ここまでたくさんありがとう。こんばんは、ありがとうございます。佐藤健さん、ここまでたくさんありがとう、嬉しいです。こんばんは。なんか本当にね、みんなでなんかすごく頑張った頑張りましたね。そうでもなんかマジで、あのまあでもこのイベントはあの楽しんだでしょうは1位だと思うそうやっぱりあのまあ個人個人すごくみんな頑張ってたし、なんか自分も頑張ってるけども、そうやっぱりね難しい部分はあるんですけど、まだまだ私の魅力がたくさん伝わらないので、もっと皆さんに知ってもらって、次はなんかそう次こそはなんかそうもっと上を目指せるように頑張りたいです。こんにちは。そうでもね、本当にね、あのこのイベント期間を楽しんだでしょうは1位だったと思う。そう今現在3位なんですけど、まだまだあと2分で配信が終わってしまうんですけど、すごくあのすごく楽しめたので、まあ良かったかなと思います。そうでも本当にあの皆さんもすごく私のためにいっぱい頑張ってくださったので、しっかり応援してくださってすごく嬉しかったです。ありがとうございます。本当にじゃあちょっと一旦壇上読みます。じゃあ13位から読んでいきます。13位まつんさん、ありがとう。12位のりさん、ありがとう。11位はるるん、ありがとう。10位佐藤健さん、ありがとう。9位トイ、ありがとう。8位れいちゃん、ありがとう。7位きのこかパパさん、ありがとう。6位吉田くん、ありがとう。5位佐賀さん、ありがとう。4位ハイボール、ありがとう。3位ガッチさん、ありがとう。2位佐藤くん、ありがとう。そして1位がドゥルルッパン福13さんです。ありがとうございました。そう2週間もう本当にそう過去一長いイベント期間だったんですけど、すごく楽しかったです。皆さんありがとうございました。お礼配信はまた後日させていただきます。また明日も配信するね。ありがとうございました。お疲れ様です。いっぱい休んでください。すごく楽しかったです。頑張ったでしょうは1位だと思うので、これからも応援してくださると嬉しいです。ありがとう、ありがとうございました。楽しかったです。こちらこそありがとう。また明日会いましょう。明日も配信します。ありがとう、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとう、またね。ありがとうございました。ありがとう。